ヨーロッパのほぼ中央に位置するスロバキア共和国。国土のほとんどが山岳地帯で自然豊かな国です。6月27日、そのスロバキアからガシュパロビチ大統領が来日、野田総理が会談を行いました。大統領国家は日本の3回目の国家スロバキア大統領としての初めての国家。スロバキアはかつてチェコスロバキア共和国を構成していましたが、1993年にチェコとの連邦を解消し独立。以来19年にわたり我が国と外交関係を築いてきましたが、今回が大統領の初来日となりました。まず大統領が訪れたのは東日本大震災の被災地でした。スロバキアなどを訪問していただき、また義援金を地元小学校に寄付をされたと聞いております。感謝を申し上げたいと思います。着実に復興する日本の実情をぜひ国民の皆様にお伝えをいたします。今回の会談で二国間の関係のみならず、スロバキアも加盟する EU との関係についても議論。総理は日 EU 間の EPA の重要性を強調し、交渉開始に向けてスロバキアの支持を要請しました。大統領からは双方にとって利益となる協定としたい旨の発言がありました。その他、欧州債務危機に関する意見交換なども行いました。来年の外交関係樹立20周年を見据えて、我が国と基本的価値観を共有するパートナーであるスロバキアと良好な二国間関係をさらに強化します。